木田孫兵衛は、安土桃山時代の武将、加藤清正の家臣。実名は、当地ともされるが不詳。俗に、加藤十六将の一人とされる。九百余席を治療していたといい、文読、慶長の役には、鉄砲衆四十名を率いて従軍した。清正樹は、加藤軍のおらん会攻めの際に討ち死にしたとしている。しかし、その後も、清正の書状に、 木田誠兵衛の名が出てくるため、その最後は不明であるが、誠兵衛の一族は、加藤家海域後、細川藩士となっている。報じするように、誠兵衛は、ケアムラ六助の名で有名であるが、史実と伝説との区別が必要である。江戸時代の軍記本、豊臣鎮西軍記に、木田誠兵衛当時は全名を、ケアム六助と言い,い、女のあだうちを助立ちしたという物語が載せられ、これが、 天明年間に人形浄瑠璃、彦三音源受け女剣として上演されて人気を博し、後には歌舞伎の演目にもなり、大正時代には映画化もされている。さらに1960年代に韓国の民間伝承、論会伝説と結びつけられ、珍珠城で殺されたことにされたが、もちろん史実ではない。福岡県添田町、大分県中津市山国町も谷村には、 北誠米の墓のあるものがあり、地元ではこの地で62歳で亡くなったと伝えているが、歌舞伎島で有名になった後に作られたものである、可能性もある。佐賀県唐津市名古屋には、六女車というお堂がある。朝鮮で打たれた北誠米当地は、塩漬けにされて、名古屋へ輸送された。そして、名古屋に埋葬され、六女車が立ったと言われている。六助車では、 足の神様として祀られている。また、名古屋の北神社でも、木玉五兵衛当地は、神として祀られている。天命六年、竹本千太郎座所園梅の花風、近松安蔵合作の十一段の時代物浄瑠璃。彦さんの麓で暮らす六助が、県の師匠吉岡一二歳の娘で、一二歳の仇を打つために旅を続けているお園と、再会して、 祝言をあげるエピソードなどを描く9段目のケアムラが多く上演される。ありがとうございます。